このバージョン3.0になってですね、まあ、被写体検出の強化、AF の強化、トラッキングの強化、こういったものがあるんでですね、えー、今までよりもさらにです、ね、その決定的な瞬間を抑えるです、ねえー、ツールに変わったと思っております。一つはあのあのディープラーニングを使ったあの被写体検出の,あの性能の改善になっています。誤検出を減らしたりとか、あとは検出率を上げたりとか、あとはあの検出できる被写体を増やしたりっていうようなことをやっています。 で、えー、二点目は、まず最初に、あの、AF を返した時に、被写体をバシッと、ボケている状態からでもと捉えるということが行っていますし、その後に、まあ、予測 AF も改善しておりまして、一度、あの、被写体に食いついたら、そのまま食い続けると、あの、離さないというような改善を行っています。今回そのカメラ自体が、まあ、c ット動画の、まあ、ハイブリッドモデルということで、えー、動画の、まあ、オートフォーカスもかなり、 性能実力が上がってましてやはりセンサーとプロセッサーの処理速度が上がったことによって映像を記録している最中も被写体を捉え続けることができる動画でもその性能が遺憾なく発揮されているといったところがあると思ってます。 Biggest leap for me is the tracking autofocus function. It is so much better than before. Even if the subject is really small in the frame, it's still able to track it properly and keep it in focus. And also, for example, when someone or something is crossing in between you and the subject, the focus really sticks better on the subject than before. And it is especially important for me. Because in basketball, oftentimes there are players, referees, ball, whatever coming in front of you and the subject you're shooting. So now this is much better and much reliable. The other thing is that it seems to understand much better which face I want to have in focus, when there are multiple people in the frame. With the release of XH2S, and especially with the new firmware, I am confident to say that it's up to par. With any other camera. And I have no issues at all shooting even the fastest of actions with this new camera. And I think the pictures tell the story. 点ですね。その AF のエリアの一個をですね、どのくらい精度を高めるかっていうことがですね、まあ、究極的な AF の目標、まあ今もそれは変わってるわけじゃないんですけども、それに比べてですね、AI でですね、まあ被写体を検出するっていうとですね、そういう人間の着目点に近いところをですね、やっぱり AI がですね、探し出して AF に伝えるっていうところがですね、あの、できてるのが大きなポイントになっていると思ってます。メガネかけてる、髪が長いとかマスクしている、もうそのものを、えー、 被写体として学習させているので、まあど、どんなにこう、そうですね、向きも隠れて、顔が隠れていようとも、えー、常にもうそれを補足できると。全然違うレベルのものが達成できているっていう技術になっていると思っています。まあ一つあのスポーツとか、実際のその動くものを撮る現場で使ってもらえるっていうのを目標にしてやってきてたので、実際の現場に行って、直接生の声を聞いて、 でまた技術に落として直してまた現場に確認してもらうってそのサイクルをやることによってすごいいい AF 性能ができたのではないかというふうに思ってます。これまで、えー、AF のテストとか富士フィルムにそういった部分でフィードバックしてきたんですけどもうこれ以上ないんじゃないかっていうところまで性能が上がったなっていうところがもうすごい自分も嬉しいですね。 私が思ってる難しいシーンがもうほぼ撮れるっていうところで具体的には逆光ですよねまずは今回のこのファームはピンがしっかり合ってくれましたねあとはほんと遠くの小さい被写体これってなかなか今まで検知してくれないかったんですよねでもそこもしっかりもうウィンドウがついて認識してくれたんでもうそこもすごいなと思いました 正面から向かってくる鳥とかにもう確実にフォーカスしてくれますしあとは小鳥とかですねこう飛び上がるシーンとかそういうのも食いついて追ってくれるんですよねあの、まあ、動物を撮ってて一番難しいっていうかそういうところっていうのがやっぱ暗いシーンなんですよね動物って基本的に朝とか夕方しか動かないんですよね暗い低照度ですかそういうところでも AF が効いて 追ってくれたんですよねもう本当作品に集中できる、うん、もう全てカメラがあのやってくれるもう本当理想のカメラですね。 地図 S, S はですねまあ40コマ連射ってその一瞬一瞬を捉えるっていうですねまあ使命を得たカメラなんですね本当に連射のコマ数の1枚2枚がですねその写真家さんと,とは勝負だという話になってますんでですねそういうところで今までとはですね次元の違うですね AF のその粘り強さというかですね強さというのが要求されるようになりました今回それをえ実現できたと思ってますまあ AF としてはかなり完成度は上げられて良くなったと思うので、まあ、いろんな方にまあ動く被写体も含めて 撮っていただいて、で、まあ究極的にはあの AF を感じないぐらいのあの感じで撮影していただけたらいいかなというふうに思っています。はい、まあかなりこれはもう体感できるレベルで、えー、被写体をこう捉え続けることが、えー、できるようになっているので、まあこれも非常に自信を持って、えー、皆さんに使っていただきたいと、えー、いう性能になって仕上がっているかなというふうに思っています。